回から4週にわたり、思想家のまた現代青年の心理にもお詳しい小浜逸夫先生を中心に、若い3人の論客にも参加していただいて、情報社会の高度化は現代の青年たちの生活の質を果たして高度化させるのかというテーマで議論していただきます。インターネットで結ばれたシチズン、市民のことをネチズン、つまりネット市民と呼ぶそうです。このゼミナールの西部先生には、インターネットはもちろんのこと、パソコンも操作できないそうで、ネチズンではありません。すみません。例えばスマホをいじっている人間には、どうやら警部の念を抱いているように見えます。西部先生を不幸にしている IT、 つまり情報技術は現代の青年たちにとって幸福追求の手段足り得ているのでしょうか。どんな議論が繰り広げられることやら、大いに楽しみです。参加者を改めて紹介いたします。思想家の小浜逸夫先生、よろしくお願いします。日本思想史研究家で東日本国際大学准教授の仙崎明中先生です。よろしくお願いします。続いて文芸批評家の浜崎陽介先生です。よろしくお願いします。そして早稲田大学大学院の藤田隆也さんです。よろしくお願いします。今週はネット環境は今どうなっているかをめぐっての話が展開されそうです。ではどうぞよろしくお願いいたします。あ、今日はありがとうございます。で、実は今日僕は実質的司会者の、立場を小浜先生に代わってもらって話を伺っています。僕情報社会に全く不安ないで、別に憎しみは抱いてないんですけどね、もう後をついていく記録も起こらないという状態なんで、ただ関心があるんでね、ぜひ教えてほしいなというので、小浜先生今日は何卒よろしく。はい、社会感覚を覚える前に情報に行ってしまう。多くの人々が同じような動きの方にうわっと、実はそのもう全世界に大事なことは危険があるぞと。今我々が保守すべきものは何か。真の国民世論を巻き起こす表現者。今回の特集は保守論客が説く全体主義の本質。雑誌表現者は今月17日発売です。と言ってもあんまり喋んないって無責任な一言だけね。なんか昔から気になってるんだけど、情報の情ね、情けかと思って、ね、なんで情け、この情けと関係なくて、あの状況の情なんですってね、漢語の意味ではね。法っていうのはこう報告の方で、なんか日本語で言うと日露戦争の頃にね、敵情ね、森外が作ったのかな、ひょっとして敵の情報をこう報告するというね、石膏ね、張ってって、203工事にロシアの大砲が10台とかね、軍事用語で限定された意味合いの言葉だったようですね。英語のインフォメーションもそうですよね。インフォーメーションのフォームですよね。形の中に収めるっていう意味でかなり限定するというね、僕にあんまり限定してほしくないなって気分に来てるので、そのあたりを教えてもらえば助かると。わかりました。私もですね、ニル先生よりやや若いですけれども、この情報社会の洪水の中で、どうやって付き合っていこうかと非常に、毎日苦労してるんですけども、本当はコンピューターって好きじゃないんですが、これ好き嫌いの問題ではなくて、この情報社会の流れを操作さざるを得ないわけですよね。それで今日は西部先生と私とお年寄りが2人あと若い方たちが、生まれた時からそういう IT 社会の中にこう使っていて、どんなふうにこう対応しているか、どんな考えを持っているかということを、というのは聞いてみたいんですね。今のネット環境の現状をどんなふうに捉えているかということを各自にちょっとお尋ねしようかなと思うんですけど、西部先生いかがですか。
一応こう年の順にあれしようかなと思ってるんですけど、いや僕もネット環境はね7、8年前に一応息子に頼んで、なんていうかな、パソコンインターネットのあれを導入してもらってね、ソケットに電源は入れたんだけど、それでかなり詳しいある大学の学生に教えてもらって、で昼から夕方6時まで6時間やって完全にダウンしてギブアップ、それっきり僕のパソコンも含めて触れたことはないんで、だから僕の場合はもう論外ですね。そうですか、アウトオブクエスチョンというかプロブレムというかね、もう社会性を疑うぐらい。これはあのだから是非を問う前に生まれてきた時の環境次第だって感じがするんですよね、うんうん、その辺じゃあまず前崎さんいかがですか。そうですね、あの言われたように是非を問う前にということは、まあ、そのいい悪いって結論を出す前に、それがそもそもどういうものなのかっていうのを話すってことだと思うんですけど、例えばその科学技術もそうだと思うんですが、人間はおそらく良かれと思って作ったにもかかわらず、それが行き過ぎると必ずマイナスの面を持つ。このネット社会も、まあ、少しキーワード的に言うと、まあ、僕は2つ問題点が出てきてるのかなと思って、1つはやっぱ時短ですよ、はい、時間が短いって書いていたんですけど、時短、これを非常にやっぱ求められるツールで、これが一体人間の精神構造に対してどういう影響をもたらしているのかっていうことと、あともう1つはあの匿名性ですよね、自分の名前を出さなくても意見がこう公に入っていくっていう、この匿名性っていうのを深めてもうちょっと議論していくと、いろいろ明らかな構図が出てくるかな、自分の名を出さないで、そうですね、インターネットにいろんな、にもかかわらず意見というか、何がしかの自分の意見めいたものが公の世界に出てくるっていうことの持つ意味ですよね、うんうん、こういうネット環境の現状に対してどんなこう感想、まあ、複雑ですね、だから自分自身はその中に浸っていて、だけれどもそれがないと今人とつながれない状況になっているって事実もあるから、そこはやっぱりあの肯定しながらも、ただやっぱり問題点が多いなっていう、一番問題点例えばどんな、まあ、中毒性が高いって言ったらいいのかな、ね、うん、これはどうです、あの時間短縮でよくわかるんですけどね、情報の、ね、伝達がスピーディーになると。でも見てるとね、僕自身もそうなんだけど、あんまりスピーディーに情報を入れると、いわゆる忘却率、忘れる、ね、逆に言うと情報が蓄積されないっていう、単にこう流れ去っていくという感じ、そういうのは周りに見てるとね、一生懸命情報を仕入れながら、鶏なんか散歩歩くと全部忘れるらしいんだけど、人間は鶏なぞらえたらみんな怒るでしょうけど、でも近くなってますよね。そうですか、おっしゃる通りだと思います。一般的に技術の発達っていうのは、だん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 こう身体能力を衰えさせるし、記憶力も衰えさせるし、ね、多分千崎さんもそうでしょうし、僕もそうなんですけど、ちょうど高校から大学にかけてその IT 革命というやつがこう言われてる世代なんですね。だからどっちかというと身体性で、例えば古本屋回ってこう本探したとか、あるいはその商店街回ってこうおばちゃんと仲良くなったとか、そういう経験もありながら、一方でこうだんだんネット社会 IT 革命といっているある種軽薄な言葉たちにこう囲まれながら育ったというのがおそらく僕ら世代なんですよ。どっちもちょっと分かるんですけど、身体性なくすというのはまさにそうで、あの技術って基本的に抽象化する能力ですよね。例えば大阪行こうと思ったらどうしてもこう時間がかかってしまう、歩きだったら何日もかかると、それを技術を使って時短をすると、で時短をするとつまり歩いてるという身体性が落とされるわけですから、非常に抽象化してしまう、抽象化してるっていうことにしかし自分は気づいていない、そんな感覚がある。そうすると例えばネットで買った本はまあしょうがないんであんまり買わないんですけど、あるんですね。そうすると実はですね、ダブることがあるんですよ、買ったことを忘れてるわけ。あ、だけど古本屋行って買ったものは間違いなく覚えてるんですよ。あ、なるほど。どこで何を買ってどういう必然性で買ったかも覚えてるんですよ、それは決定的に違いますよね。それは身体性と言ってもいいし、他者感覚と言ってもいいし、そういうことがほとんど技術の中には没却されていくという感覚はありますよね。愛情という言い方もできますよね。愛情ありますよね。古本屋で買った本にやっぱり愛着を持つというか、ね、そうですよね。お二人言ったことで、ね、時間の問題なんですけども、まあ、ちょっと、ね、簡単に言って時間ってまあ未来のことですけどね、長期未来、5年後とか50年後とか、それからね、つい数ヶ月後という短期の未来ってありますでしょ。 IT 革命というからにはね、長期未来も IT を使えばなんか予測できると、それでものすごくスピードに短縮、それは分かるんだけど、多分ね長期の未来は特に変化する社会ではね、予測なんかできっこないでしょ。
でそれをできると称してね、よくは証券業者が嘘ついてますでしょ、この証券買うと大儲けとかしてさ、で今度ね短期的にはすごく時間が短縮されるってことをなぞらえればね、可能性で IT 革命ってのはひょっとしたら嘘話でっていうのは可能性として間違った方向にものすごいスピードで進み出す変な革命っていう可能性があるよね、うんうん、つまり長期短期でいうと、とことんまで短期までってて、自分の意見ではなくてですね、それは刺激に対する反応になってるんですよね、ほぼね。だからその時に、あ、面白いってなった時になぜ面白いのかとか、うん、面白いのに出会うのに時間かかるってことはないですから、うん、そうか、刺激ね、うん、そういうふうに情報がなってしまっている、ツイッターなんていうのはまさにそうですよね、うん、つぶやきを、あ、そうか、パッと瞬間的な反応で、うん、もう政治家から、うん、その知識人から普通の姿勢の人たちからもう、それは昔心理学でなんて言ってスティミュラス&レスポンス、刺激が来ると反応ですね、反応ね、はい、でもそれはほとんど人間を動物並みに、ね、ネズミに電流通せばネズミがどう反応するかというスティミュラス&レスポンス、それに近づいてるから、そうするとある巨大なですね、こう、まあ、多くの人々が同じような動きの方にうわっと移っていったりとか、要するにゆっくり考えさせずに、うん、一種のこうエモーショナルな動きでパッと反応してしまうみたいな、うん、それは言えますよね、うん、ところで質問、ごめんなさい、司会者の代わりに質問者になっちゃう刺激が単一だといいんですけどね、うん、あのでももしも異なった刺激が2つ来た時にさ、うん、本当はあの選ばないと反応できないよね、はいうんはい、そしたら選ぶ基準がね、もしもはっきりしてなければ刺激的な刺激に反応するという、そういう意味では動物に近づく、まあ、大げさに言うと、うん、藤田さんいかがですか。そうだ、そうですね、青年、一番の青年、まあ、20代、はい、まあ、私あの1986年生まれですので、まあ、この中で、まあ、一番まあ、若い思春期以前からまあパソコンに触れてるっていう立場なんですけれども、年を召された方よりもあのパソコンやそのネットに対する抵抗感っていうものがない世代なのかなっていうふうには思うんですけれども、匿名性っていう話が出ましたけれども、アノニミティね、あの、はい、どうぞ。でもその実はやはりその匿名だと思ってあの書いてることですけれども、でも調べれば実は分かっちゃうことですし、例えばそのまあ芸能人ですとか、うん、あるいは政治家のちょっとした、まあ、なんか失言を猛烈に非難したりですとか、うん、ツイッターなんかですとツイッターする人って割とその周囲の 2,30 人ぐらいの人と喋ってるような感覚でやってると思うんですけれども、うん、でも実はそのもう全世界にまあ開かれてしまいまして、うん、でそれが原因でちょっとした問題発言ですとか、うん、まあ、ちょっとキセルしたよっていうのを言って、うん、あの大問題になったっていう件が、うん、あの私の知り合いの知り合いでもありまして、うん、そういう抵抗感がない面で不必要な発言ですとか問題になることがあるのかなというふうに思っております、うんうんうん、本当に政治家なんか昔から失言する人っていますけど、ちょっとこう言い回し変な言い回ししたってことだけでわーっとこう騒がれるっていうことはありますよね、うん、それから普通の人たちの中で今藤田さんが言ったみたいに何か誰かこう言ったっていうのはいつの何かわーっといわゆる炎上っていうんですか、うん、炎上してしまって、うん、それまでこう良好だった関係を崩してしまう、毀損してしまうというか傷つけ合ってしまうだとかっていうのは、でこの問題っていうのは昔もそうだったのか、やはり今のこの急速な情報社会化でやはり増えているのかどうかってことは私は気になるんですけどね、どういうふうにこれを考えればいいのか、まあ、あの多分今だと思いますね、やっぱ今やっぱり新しい時代であると、うん、あのいい意味で新しい時代というふうな話ではなくて、例えば今ここでこうやって話しているときに僕は何か失言をすると、うん、そうするともうこの場が凍りつきますよね、そうですね、まあとでどうなるんだろうみたいなことを考えながらっていうことがあり得ると、つまりこれが対等的な関係だし、ここでいきなりこう物をいきなりバンとこう立っても構わないというある種の緊張感の中でにもかかわらず立っていない私とか、そういうものの中で人との折り合うっていう感覚で、折り合いの中に付き合いができるし、付き合いの中に倫理も出てくるんでしょうけど、そういうものがないんで、さっき言ったように条件反射的にツイッターをするとつぶやくとで炎上させると、これほとんど他者感覚のない、要するに無礼なあの行いなわけですよね、つまり礼儀を覚える前に、つまり対他関係の中の他者感覚を覚える前に情報に行ってしまう、教養と知識が違うんだとしたら教養を覚える前に知識に行ってしまう。
と言い過ぎかもしれないけど他者との関係性がね、もう欠落しているってことを個人で言うと思慮する考えるってことね、うん、あれこれ考えたらさどうしまあまあ名前を挙げたくなるでしょう、うん、小浜がこう考えたんですわってね、これ匿名性を選ぶってことはあまり考えてないってことね、よっしゃ、そうですね、関係性について考えてないだけじゃなくてことの問題についてそうです気分的にふとそう感じたっていうだけだから名前を挙げるほどのことを考えてないから匿名でいくというね、ってことはだんだんバカになってるってことね、ごめんなさい、言い過ぎだったらバカになってる部分もあるだろうし一概にそうも言えないと思うんですけど、なぜこんなにこうネット環境っていうのがわっと広がるのかっていうのを考えると便利さってこともとかスピードとかってあるんでしょうけど、それ以外にやっぱり人間が持ってる根本的な寂しさっていうんですか、ね、これどうやって解消しようかみたいな問題って結構大きいと思うんですね。寂しさあるんですよ、確かにあるんですけど、それおそらく我々世代も持ってたものですよね、でそれはこう例えば自分の下宿にこもってですね、本に囲まれながら、どうなるか分からない人生を考えながらですね、自分一人でずっとこもっている時間、その時間ってつまり閉じる時間ですけど、閉じて閉じて閉じて、ここが私の思想だし私の考え方だろうというところを持った時に初めて開かれるところがあると、そういう意味で言うとこの時間がないんですよ、そうすると寂しいからすべく、つまりガス抜きしてるわけですね。このガス抜きは決しておそらくガス抜きですね、思考とか言葉のある緊張をはらむことはおそらくないと思いますね。でもこれなんかものすごく根が深くて高度情報社会の到来を超えたね、昔ねオピニオン意見ねという言葉を調べたことがあって、これすごい意味で、もともとの意味はこれはしね、根拠の不確かな思い込みって意見だしね、つまり考えるってことはちょっと時間を費やすってことはね、俺のこう思うけど根拠はあるのかなってあれこれね考える、でオピニオンっていうのは無根拠な思い込みだからパッと言っちゃうっていうね、でもこれは情報社会が来る前からずっとあったんですね、オピニオンとかしてさ、ってことは簡単に言うと、これ集めてたのが世論、世論だとすると、これある哲学者に言ったんですけど、世論とは意見を持とうとする努力をしない者たちの意見の集まりと定義した、俺手がですけどね、なんかそんな感じ、その辺の危険性みたいなことは、割合と気づかれてる部分というのはまああると思うんですよ。そうすると、その情報ツールとして、やっぱいろいろなものが使えるということもあるわけで、でこの自覚をちゃんとみんながこうきっと持つようにすればね、必ずしも悪いツールではなくて、嫌な人はやめればいいし、これは電話にするテレビにしろ、そういうものがこう出てきた時に ね、同じような議論があったと思うんですね。で、大事なことは今こうお話しいただいたような危険があるぞということを我々一人一人がよく自覚して、そしてどういう情報のこう、ね、交流の仕方をするかということをきっと選ぶというのが大事なことなのかなと思うんです、ね、実は僕も、ね、正直認める、僕、ね、実は IT も使ってましてね、もちろん電話も使ってますけど、それにファックス、あれ僕大好きなんですよ、ね、っていうのはね、昔ねファックスが来る前は原稿書くでしょ、5枚でも50枚でも、編集者が取りに来たりこっちから出版社行ったりしてね、コーヒー飲んで酒飲んで、それ自体楽しいのよ、非常に有意義なこともあるけど、必ずしもそうでもないのよね、疲れるしね、会った編集者がねなんかとんでもないやつだとしたら不愉快な一日が始まるわけですよその時ファックスね、ボタンを押して送られて楽で、確かに僕はファックス大好きあと電話っていうのは音声ですよね、これ結構迷惑ですよね、でそれがなくなったってこうね、メールやなんかでもってこう交流できるっていうか、夜中でも送れるしとか、そういうねメリットもやっぱり、ね、言わなきゃいけないと思います。なるほど、多分僕自身が大してメリットを感じないっていうことがあるんでしょうけど、なんでしょうね、例えばスマホで、まさにスマートフォンですか、それでその相手とつながっているって時にはその個室と個室でつながれるんですよね、僕らがその他人の家に電話かけると、だいたい家に1個しか電話機がなくて、そうするとその相手を呼び出すためにお父さんお母さんが出た時にどう対処しようとか、それが女の子だった場合はどうやってこれ怪しがられずにこう話すのかとか、そういうのをこう若いうちに訓練しますよね。それを訓練なくいきなりスマホでなんか人つながっちゃったりして、そうするともう自己陶酔の眉の中にいると、でそうするといや多分ね、僕悪いのは若いやつばっか見てるからなんですよ。これ大人になるとおそらく世間の中でその削られていくというか、苦労するということがあって、ようやく道具は道具だし、道具を使うのが私だと、道具に使われるんじゃないと、
いう感覚が出てくるんでしょうけど、古い話をしますとね、はい、あの私のうちに電話が入ったんですよ、はい、もう半世紀昔ですけども、でその時にやっぱりこう色気づいてきてね、うん、なんかちょっとこう女の子とか電話かかってくるじゃないですか、はい、そうするとみんな聞こえちゃうんですよね家族に、ものすごく嫌だったなと思って、そういうことから見ると今の方がいいなということも言えるという気がするんですね、そのもう思春期以降ね、結構なんとか色気づいてプライバシーみたいなのを持つようになってからどうするかってね、本当にやった経験があるんですよ、そうすると今の方がなんかちょっといいのかなと思っちゃうんですよ、いかがですか。その話をうまく引き継げるかどうかなんですけど、いいす、ね、多分ね、あの浜崎さんがおっしゃってることってね、こういうことなんですよ。ネットでそういうふうにこう私っていうのは本当は他人とのこう言葉のやり取りとか摩擦によって私って存在は出てくるはずなのに、今は私がダダ漏れなんですよね、つまり公がないんですよね、私の感情とかがそのままある意見として表明できて、それを瞬時のうちに出して構わないということは、言葉ってやっぱ相当な技術を駆使して相手に伝えるっていう感覚を持たなければ、言葉ってのは本来発してはいけないっていうぐらいの際どいものであるはずなんですよね、相手を口説くとかもそうですけど、それがないから、だから言葉というのに対して非常に無頓着で、ということは自分というのがこう どこまでもこうダダ漏れになっているというか、それが多分一番、まあ、問題点なのかなという感じがします。千崎先生のおっしゃった言葉に対するその、まあ、軽さというんですかね、例えばツイッターは短い文章ですし、で、まあ、それをあの分析する、今そのビッグデータの分析とかが注目されてますけれども、何データ、ビッグデータという大体の動向を、まあ、例えば消費の動向ですとか、例えばその、はい、を分析するっていうことがなされてますけど、そういうのって全部その時期通りの文章、そのリテラルな文章だけしか見られないっていう点で少し違和感があるんですね、もうちょっとなんかアイロニーカルな表現もあって、なんかその表現するものが割とそのストレートな字義通りの意味をその分析するっていう意味で、うん、千崎さんや藤田さんがこう出されてることっていうのは、考える人が、そういうことをねきちっとこう、その問題を相対化して、というかな、難しいですけどね、そういうの持ってる問題を自分なりの仕方でこううまく、そうね、その自分なりの仕方で僕は飲ましなかったけど、このビッグデータとやら大昔ですけど、何かアンデス山中にねブラジルのサッカーチームの飛行機が落っこちて、あ、はいはい、それで不時着してね、要するに飢えるから死んだ乗客の肉を、まあ君ら仲間のね肉を飛行機で干してベーコンにして食べちゃった、そこでデータおしまいになるとね、人間人間って言うけども結局獣と同じでね、要するに飢えたら仲間の肉を食うもんだ以上おしまいになるでしょ、うん、ところがそのうちの何十人かの十数人のうちの一人が神父になろうとしている若き宗教家で、うん、宗教の信条に徹して結局食わずにね飢え死にを選んだ人が一人いたのね、それから食べて生き残ったサッカーチーム、サッカーだからラグビーは忘れたけども、それたちもサンパウロに帰ってからほぼ全員ね重症のノイローゼ患者になった、僕それ昔の話なんだ、70年代の話だけど、見た時にね仲間の肉を食べて食べなかった狼とか犬とかさ聞いた話がないわけね、ノイローゼになっている話も聞いたことはない、そしたらそこまで考えるとやっぱり人間とね犬は違うんだなって感じになるじゃない、だからデータっていうのはね、何なんだってことにまだなってきますよね、そうですね、ビッグデータを分析するとほとんどだから分析する側が彼らをコントロールしようというようなアーキテクチャみたいな話になってくるわけですよね、であれがいつも僕の場合その違和感があったのは、今西部先生がおっしゃったことでにもかかわらず、そのそこからこぼれ落ちるもの、つまりそれでもそれをこう自己言及的に考えてしまう私っていうものを置いてきぼりにすると確かにビッグデータの中にはまるんでしょうけど、じゃあそこでビッグデータって何だろうと考えてる私は何だろうとか、そこまで来るとつまりその情報とその情報に価値を与える私っていうものが違ってきますよね、それがこうごちゃごちゃになって議論されてるんじゃないか、なんか統計学のね、はいはい、なんか対数の法則っていう、まあ、要するに統計現象ですね、集めりゃ人間植えたら食うもん、ストックもんさっておしまいにしちゃうっていうね、
でもね、なんかそれあれ数量化でしょ、統計化できる、数量化できるね、今の IT 革命論なり情報社会論にはなんかこう数量化してみたいっていう闇がたいなんかあるんでしょ。そうですね。今の IT 革命論なり情報社会論にはなんかこう数量化してみたいという闇がたいなんかあるんでしょ。そうですね。でもさ、人間の現象っていうのはそう簡単に数量化できないことが多いよね。できない部分をどうこうね、この流れの中でキープしていくかって非常に大切な課題だと思いますね。ということで議論は朝子さん言って、はい、次週に続きますって言って次週に続きます今週ありがとうございました。また来週ですね。